そのヘンリー・ウォーカーが一人持ち込んでペイントエリアに入って、さあ今度は斉藤匠がここからのジャンプショットを、まずは最初のファショットを決めました。はい、パリノがリバウンドを回収しています。ボールを早く回す、一人かわしていった。さあ今度はジャフ・エアーズが入り込んでいった。あ、流れるようなプレーですね。そうですね、両チームともに今日4試合目のゲームを迎えています。さあここはシガボール、最強タクミがボールを入れまして、ジェフ・エアーズが決めました。これで6点目が入っています。しっかりと力強いプレーですよ。はい、カイドウですが、逆にシガがリードを広げていきたいところ。ジェフ・エアーズ粘ってバスケットカウントです。はい、あの前半ハイピックをやっても、はい、あのレバノン北海道のディフェンスがダブルチップに、さあここはダブルガードということで松島、田島が起用されていますが、今度は斉藤匠、はい、あのピックスクリーンで、はい、今言ってますよね。今度はジェフ・エアーズにボールが入っている。またバスケットファウンド、ここはまたリードが開いてまいりました。はい、しますね、してきていますよね。さあ早くも40点目となっています。いや、そうですね、これ以上ちょっとオレバンが北海道が離されてしまいますと苦しい展開になります。したいですね、北海道としては。すでに5本のスリーポイントで15点を挙げています。さあフリーになった斉藤匠、いや第3クォーターの出足、シリーズン 4ゲーム目、滋賀との対戦ですが、ここまで滋賀が3連勝、またフリーになりました。斉藤早い展開になった、ホットラインですね、早い、あっとこれで連続ポイント61点目。この辺りなんとかしたいところなんですけどもね、はい、今もあのゾーンなんですよね、うん、滋賀が、はい、その間をドライブにあの詰めていってしまってターンオーバー、伊藤匠よく戻ってきた。ゴール下にはジェフ・エアーズ、アウトサイドからカリノ、ボールを回す斉藤匠、フリーになった、シュート決めました、スリーポイント高いじゃないですか。そうですね、80% ぐらいあると思うんですけど、はい、そうですね、はい、まあ、前半だけで斉藤匠選手もスリーポイントで返しますね。いや、カリノ選手コーナーで待ってますよ。ダブルチーム行っている、カリノ左サイドで待ってる。しかしここは斉藤匠のスリーポイント、いや、素晴らしい、決めました、ライドオープン、絶対決めますね。いや、そうですね、苦しい状況になります。そうですね、ワンテイクを入れて、わー、ここはまたボールを奪われました。斉藤匠から佐藤拓磨というようになりました。91対73。さあ今斉藤匠とエアーズが何かこう耳打ちをしながら確認を行っていました。ウォーカーのシュートです、決まりました。ここは点差が開いていますので、じっくりと時間を使って斉藤匠のフローターショット決まりました。落ち着いてますね。